グスタボ・アドルフォ・ベッケルは、スペインの詩人、三文作家。女女詩に優れ、スペインの国民的詩人とされる。本名は、グスタボ・アドルフォ・クラウディオ・ドミンゲス・バスティだ。グスタボ・アドルフォ・ベッケルと表記される場合もある。健康と家庭に恵まれず、不遇の生涯を送った末に溶接。死後に、唯一の詩集、女女詩集を残した。 スペイン近代史の源流として高く評価され、後世の詩人に大きな影響を与えた。セビリアに生まれる。父は著名な風俗画家であったホセ・ドミンゲス・ベッケル。八人兄弟の五番目であった。五歳で父と十歳で母と死別。おばに引き取られる。孤児のために設置された会員学校に入学するがすぐに廃校となったため、バルトロメ・エステワン・ムリーロのアトリエに入学。 その後は、親戚のアトリエで修行をする。当初は画家を目指したが、一方で読書にふけるようになり、17歳で、マドリードの雑誌に、自作の詩が掲載されるようになるなどして、やがて文学を志すようになる。この時期に、最初の恋人、フリア・カブレラとの出会いと別れを経験。また、ナルシソ・カンピーリョ、フリオ・ノンベーラなどの友人を得る。1854年。 18歳にして、マドリードへ出る。下級公務員、初期、記者などの職を転々としながら、執筆活動を送るが、世に認められず、生活は苦しかった。1857年、スペイン教会同士、第一巻を発表するが以後中断。この頃、王立劇場の指揮者、ホワキン・アスピンの娘、フリアに恋をするが実らなかった。 1860年、結核の療養中に、主治医、フランシスコ・エステバンの娘カスタと出会う。彼女へのメッセージとして、ある女性への文学的書簡を、エル・コンテンポラネオに計4通発表した。翌年5月に、カスタと結婚するも、性格の不一致などにより結婚生活は円満ではなかった。この頃から、自由主義恩恵派の新聞、 エル・コンテンポラネオの編集を手掛けるようになり、1861年から1863年にかけて自作の詩を同紙に掲載するようになる。この詩は、死後に、序上集伝説集に収録される。また療養先のベルエラ修道院で書かれた、詩的書簡は1864年に同紙に掲載され、我が総合よりとしてまとめられた。同紙に関わっていたことで、 自由主義恩恵派の重鎮ゴンサーレス・ブラボの地偶を得る。ブラボはベッケルの良き理解者となり、ブラボが内務大臣に就任すると1865年から1868年まで小説検閲官の職を得て安定した生活を送り、創作活動に専念する。この時期に詩集の総工をまとめ、出版を依頼してブラボの手元に預けていた。 しかし1868年のスペイン9月革命により、ブラボテは襲撃に遭い、出版を待つのみであった装甲は失われた。その後トレドへ1年間をもむき、同地で霊感を得て、記憶を頼りに装甲を再生した。1870年の1月に文芸雑誌マドリッド画報の編集長に就任する。マドリードやトレドの取材記などを執筆するも同年の年末に、 肺炎のため死去。34歳だった。死後、前述の友人たちによって遺構が整理され、死の翌年の1871年に、全二巻のベッケル作品集として刊行される。この内容は後に、叙情詩集と伝説集に編纂された。1965年から1970年まで、発行された百ペセタ紙幣に肖像が使用されていた。 スペインの国民的詩人とされ、ユーロ導入以前は100ペセタ紙幣に肖像が用いられていた時期もある。ベッケルの生きた1850年代は、ハインリヒハイネに代表されるドイツ女上司をスペイン紙に導入しようとする動きがあった。そのため従来は、ベッケルはハイネなどの模倣とみなされることもあったが、派手な修字法を一切取り除き、繊細な感受性。 伝統的な民衆史に連なる簡素な死刑と哀愁に、満ちた深い主観主義は、ベッケル独特の世界であり、ドイツの影響というより、ベッケル自身の卓越した感性から創出されたもので、ある。一方で、伝説集には ET、ETA ホフマンの影響が見られる。叙情詩集には、愛の歓喜悪能、孤独、死の予感など、詩人の内的世界が真摯に歌われている。 その純粋な叙情詩は、スペイン近代詩の先駆け、スペインドマン主義の最高傑作として、フアン・ラモン・ヒメネス・ラ・後世の詩人に多くの影響を与えた。幻想的短編集の伝説集は、感覚の強調、大胆な暗誘や色彩に満ちた絵画的描写によって、第一級の詩的三文と評価され、詩と合わせて、後のモデルニスモに影響を与えた。 abcdefghijk 主営者、世界文学大辞典本校の記事名は、各種文学辞典及び、人名辞典によった。abcde 山田役、スペイン伝説集ハットへ、訳によって、雑誌、現代ともされる。ab 役によって、修道院の一室からともされる。肺結核ともされる。abc 平凡者、世界大百科辞典。 ハット AB 小学館、日本大百科全書役所は、緑の瞳、月影けほか十二編がある。ありがとうございます。